皆さんどうもこんにちは、上村壮太です。はい、ということで今回の企画はですね、ルームツアーをしていこうと思います。ちなみに僕は、東京で一人暮らしをしています。で、引っ越したのもつい最近で、11月の頭に引っ越しました。結構ね、家具も揃ってきて全部揃えました。で、結構落ち着いたので、ルームツアーをしていこうと思います。それでは VTR どうぞ。じゃあ早速部屋紹介をしていくんですが、最初は部屋じゃなくガスコンロとか、そういうキッチンとかお風呂とかバスとか、そういうところをまず紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。ということで、こちらが僕の部屋じゃない方の部屋です。まず入って右手にお風呂があります。お風呂を開けます。はい、こちらですね。あんまりちょっと汚いんで見せてますけど。で、こちら最近ラッシュのボディーソープを買いました。これめちゃめちゃいい匂いです。おすすめです。これちょっと高かったけど。で、続いて、トイレでございます。ちょっと、はい、トイレも、はい、一般的なトイレでございます。はい。こちらもね、普通のトイレでございます。はい、ポチッと。で、洗濯機ですね。続いては洗面台ですね。少し鏡が汚いです、すみません。普通に一般的な綺麗な、洗面台でございます。で、こちら開けてみると、はい、こうなっています。ちょっと汚いですけど、こっちがね、ヘアオイルだったり、日焼け止めだったりね、あとそう、保湿クリームとかで、あとスキンケアがあります。で、こっちにウェットティッシュがあります。はい、ウェットティッシュがあります。で、こんな感じですね。はい、イエーイ。続いてキッチンでございます。はい、今日はね、後で鍋するんで、まあ、用意していますが、二口コンロのキッチンでございます。で、こちらに食器やらコップやら置いております。ここのこちらの下のスペースを、押し入れを開けると、はい、この卵フライパンと、普通の一般的なフライパンと、あと、生姜とか調味料とかが入ってますね。で、プチッと鍋が大量にあります。スーパーとかでプチッと鍋がなかったら、僕のせいだと思ってください。僕が買い占めてるんで。はい。で、はい、ここにも調味料、オリーブオイルだったり、塩麹、クレイジーソルト、胡椒、ブラックペッパー、塩とか、いろいろあります。はい。で、こっちに行くと、冷蔵庫があります。冷蔵庫、電子レンジ。で、ここちょっとね、後で鍋作るので、ニラと白菜を用意し、白菜とニラを買いました。はい。で、このカゴの中には、パンだったり、味噌汁の素だったり、あと味付け海苔だったり、ふりかけとか入っています。で、冷蔵庫、まあ、これは開けないでおきます。ちょっとコメント荒れそうなので。で、こちらのスペースは、上から炊飯器ですね。炊飯器と、あとデロンギの水を沸かすやつですね。これもいいです、めちゃめちゃ。で、こちらが、はい、バルミューダー、オーブントースターですね。はい。これめちゃめちゃいいです。おすすめします。食パン好き、パン好きの方には本当におすすめします。普通のオーブントースターより、バルミューダーの方が2倍ぐらい美味しく感じます。ここに水を入れるんですよ。ちょっと汚いですけど、ここに水を入れて、で、より美味しくなるんですよ。ちょっと語彙力ないです。すみません。はい。で、下の段がパックとか入れてますね。パックだったり、あと僕の大好きなコーンフレークを入れたりしております。はい。で、パックはですね、ちなみにパックは、こういうメディーヒールの、ニキビ用ですね。ニキビ用の緑色のやつと、あと、はい。メディーヒール、青色の保湿タイプのものですね。こちらも、ね、最近使っております。はい。って感じですね。こちらがファンヒーターです。
お部屋じゃない、部屋をご紹介しました。ごめんなさい。で、こんな感じですね。はい。軽く見渡すと。はい。で、ここがあれですね。モーニングルーティンの時にやった。グッドラックですね。それでは、行きます。狭いです。一人暮らし用なんでね。はい。こちらです。だーん。はい、全体的にはこんな感じですね。はい。で、こちらが、押し入れ、クローゼットですね。服とか入れる。で、こちらがちょっと、置物ですね。置物だったり。で、こちらベッド。で、クマさん、ベルちゃんね。で、雨が急に降ってきても大丈夫なように室内干しがついています。こちらにテーブルがあります。パパに買っていただいたテレビですね。ソニーのテレビです。で、テレビ台の下には、こちらですね。鬼滅の刃だったり、ファンの子からいただいたファンレターだったり、とかですね。ファンの方から、なんだろうね。アルバムだったり、フォトブックだったり、いただいております。いただきました。本当にありがとうございます。こちらは、ダイソンの掃除機ですね。で、こちら照明。で、ゴミ箱。コロコロですね。コロコロ。はい、テレビ台の上には、はい、こちら時計ですね。今9時半ですね、約。夜の9時半に撮っております。で、こちらが鍵入れですね。で、こちらはファンの方からいただいたももちゃんの、はい、写真立てですね。ありがとうございます。で、こちらの、僕の大好きな、鬼滅の刃の、柱3人ですね。いや、待って。柱4人いましたね。柱4人でいましたね。はい。右から、忍さん、胡蝶忍さん、富岡義勇さん、で、甘露寺光さん、で、時任無一郎くん。はい。で、富岡義勇さん。はい。で、もしね、僕の家に悪者が来た時に、この方たちが討伐してくれるので、はい。安心感がありますね。はい。って感じです。はい。こちらに、三脚、TikTok で撮って、TikTok の時に使う、三脚ですね。ミニ三脚。で、あとこれ、こちらが YouTube とかに撮る、三脚でございます。ベッド行く前の、ベッドの下を紹介したいと思います。下はですね、こんな感じで、あんま見せたくないですけど、服が入っております。はい、この前 IKEA で買った、僕の抱き枕としても使っております。ベル君です。な、ベル君。はい。いつも抱きしめて寝てます。ポゼット。服の入れるところですね。こちらあんま汚いんであんま見せないんですけど、服が多すぎてスペースがなくなったんですよね。筋トレグッズですね。ダンベルとアブローラーです。マットはですね、ウニコという家具屋さんで買いました。結構ね、無印良品のマットにしようと思ったんですけど、結構ね、僕が好きなデザインとかがなくてウニコにしました。この机でご飯を食べております。で、ご飯を食べながら YouTube とか Netflix など見ております。はい、ということでお部屋紹介が終わりました。はい、いかがだったでしょうか。僕の一人暮らしのお部屋は、一人暮らしを始めて思ったんですけど、やっぱ東京って家賃高いですね。やっぱ大阪と他の県と違ってもう2倍ぐらい家賃が変わりますね。それでね、いろいろお金も使って日用品とか家具も揃えて、お金ってやっぱすぐなくなりますね。やっぱ一人暮らし始めると意外と楽しいもんですね。僕最初やっぱ一人暮らしを始める上で絶対寂しいなとか絶対大変だろうなとか思ったんですけど、やっぱ意外に楽しいです。洗濯だったりお料理だったりしてて楽しいですし、もう冒険みたいで楽しいですね、一人暮らしは。僕結構ね、一人行動するんですよ。一人で買い物行ったり、服とかね、あと映画館とか一人で映画も見ますし、まあでも一人が多いんですよ。一人行動が多くて、やっぱ一人行動が好きな人は一人暮らし本当に楽しいと思いますよ。おすすめですって感じですね。はい、もしよかったら僕の部屋を参考にしてみてください。はい、上村壮太のお部屋紹介を終わりたいと思います。それではこの動画が、グッドな方は高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではバイバーイ。